前回のあらすじ。普通のマインクラフトをじっくり楽しむため、新しいワールドに降り立った春。適当に打ったシード値がなかなか良い地形を作ったこともあり、初日は完璧に過ごすことができた。今回は、鉱石を手に入れるため、洞窟を探索します。で、じゃあここの壁にちょっと螺旋階段でも掘ろうかな。そうしようかな。そうしよう。そうしよう。はい、決定。よいしょ。あれ螺旋階段ってどうやって掘るんだっけ螺旋階段の掘り方をど忘れです。こんな感じでいいのかな。すげえ人がいる。すげえ人がいる。こんな感じでいいのかな。あ、なんか穴開いてる。あ、いいね、いいね。窓、窓できた、窓。窓できたよ。俺もこれ、決めたら絶対カットしない。あ、まあ、カット、まあ、しなきゃダメか怒られるわ、これ。なんかすげえノリで今、絶対カットしないとか言っちゃったけど、カットしなきゃこれ、もう登録者減るわ。せっかく最近1万人行ったのに。お、そろそろだね。どこに着くのかなと。ここはここはどこ、私は誰、あー、なるほど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 ね。から、こっち側、どの辺かな、ここら辺からこっち側になんか掘れば拠点つながるんじゃない、どうだろう、あ、ん、お、お、お、つながった、つながった。開通。あ、来た。おい、来た。あー、危ない、危ない、危ない。ほんと危ない。ほんと危ない。もう、ふさふさごふさご。ふさご、こんなところ。はい、封印。よし、完璧。ここを、こうやって下行けばもう洞窟直行と。ナイス。あ、ドア開けっぱじゃん。怖っ。盗まれてないよね。大丈夫か。よし、じゃあ、もう一回行こう。よし、行きまーす。レッツラゴー、まあ。とりあえず鉄とか欲しいな。ダイヤモンドとかあったら、あ、まあ、ダイヤモンド掘れねえか、今。掘れねえか。よっと、着いた。じゃあ、どっちから行こうかな。とりあえず、鉄あるし、行って、うおー、ビビった。おい、お前、それはないわ。ふっ、行って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 。行って。危ない。おー、危ない、危ない、危ない。しょっぱなから死ぬとこだったよ。ちょっと、鉄あるので、ちょっとこっちから開拓していこうと思いますと。お、鉄発見。結構広いね。いい感じ、いい感じ。よっ。じゃあ、ここ掘ってこう。あるね。あるな。すげえな。石炭張りにあるぞ。石炭の、あの、だるいぐらい多い感じが、鉄になった感じ。うわー、なんか、語彙力ねえのバレる。よし、じゃあ先進もう。あ、でも待って。これさ、先に鉄焼いちゃってさ、この辺でさ、ちょっと作業台作るわ。作業台、地下用の、地下探索用の作業、え、土台作り、え、なんでさっき作ったやん。で、からの、鉄からの木材、1、2、3、4、5、6、7、8、まあ、こんぐらいでいけるでしょう。よっしゃ、ここで焼いてるから、待ってろよっていう。一通り探索したら戻ってくるっていう。石炭あったね、今。お、貴様、やるか、あ、いた。おい、そこ。待って、まだいるね。うわうわうわ、なんかめっちゃ来たよ、めっちゃ来たよ、なんか。どうしよう。まあ、いけるか。いって、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 いって。オッケー。よっしゃ、石炭ほど石炭。ん？やつの声がする。やつが来る。ふっ。ふっ。あ？あれ？来ない。うわ、いた！おら、おら！撃たせない。俺は撃たせないぞ。わ、広いな。迷うな、これ。あ、鉄発見。ふっ。ブロック、ブロック。木材でいいや。あ、ちょっと真下掘り怖い。ほんとトラウマなんで。あっ！こっから上からゾンビポーンとか落ちてきたらめっちゃ怖いけど面白いな。落ちてこねえかな。落ちてきませんでした。残念。お、石炭じゃー。石炭じゃーってなんだ。石炭じゃー。あっ、バッ！ういー。今回の実況、初クリです、初クリ。皆さん、メリークリスマス。石炭、ほんと多いよね。ありがたいけど、
ありがたいけど、なんだろう、この、なんだろう、高級なフカヒレを延々と食わされる感じ。なんかちげえな。なんかちげえな、今のは。じゃあ、スープ春雨を延々と食わされる。いや、それならただの拷問だな。なんかさ、こう、嬉しいんだけど、いや、ちょっとやりすぎみたいな、いい感じの例えない。なんで俺視聴者に聞いたんだ、それ。なんでそれを視聴者に聞くんだ。じゃあ、ちょっと目印立てとこう。ここは行きましたよ、というね。ほっと。あーっとっとっとつ、きついきついきつい。あ、水で思い出したけど、そろそろ、なんで水で思い出したんだ、俺。そろそろ鉄焼けてるんじゃないかな。ちょっと戻ってみよう。お、発見。お、焼けてる。完璧です。じゃあ引き続き、頼むよ。で、からの、鉄ピッケル。からの、アップグレードのバゲツ。完璧です。待って、ゾンビの声がするのがすげえ怖い。作ってる途中に襲われるとか、ほんと悲劇だからな。ちょ、チェストも作っとこう。チェストで、インゴットしまっとこう。骨も石炭もしまっとこう。よし、こんなもんでいいでしょ。よし、ゴーゴーゴー。よし、これでもしダイヤがあっても掘れる。あ、そっか、こっち行ったんだ。自分で目印つけといて。自分で目印つけといて行っちゃうっていう。ちょっと、さすがに、焼き豚あと9しかないから、ちょっと体力節約していくか。ガンガン走ってたけど、あ、水取ればよかった。わざわざバケツ作った意味を。まあ、いっか。てか、鉄めっちゃあんな。なんかスケルトンの音がする、やだ。ここにデンって現れて、バシバシバシって壁はめされたらやだ。まあ、多分接近戦になったらこっちの方が勝てるんだけどね。これで俺がテンパって、剣とか、剣投げたりとかしちゃってね。ありそう。俺ならやりかねない。スケさんの音が、うまぐうま。あ、すげえ、黒曜石もあるよ。ダイヤあるんじゃないのこれ。ダイヤあるよね、これ、絶対。どっか。まあ、どっかにはあるよ。どっか、つっている。まあ、どっかになかったら困るよ。それバグだよ、もう。マイクラの。ちょっと、ここら辺の石炭、ちょっと取るのだるいから、もういいや。石炭結構集まったしね。もういいや。あれ、やっぱ集めとこうか。ちょっと、ここだけ。ここだけ取っとこう。いって、うおー、スナイパー。スナイパー。いきます。よっ、ほっ、よっ、イェイ。回転切り。かっこいい。さて、こっちはまあ特に何も、ちょっとマグマ拾っとく？マグマ拾って、スケさんとか行ったらちょっと、これ、解放して燃やそうか。なんかすげえ自滅する未来しか見えない。お、ラピスラズリ、いいね。ラピスラズリ、あ、ここ終わった。ラピスラズリエンチャントで使えるからいいよね。よーし。完璧です。ラピスなんか、周辺にあったりもするからちょっとほっとこう。待ってな、すげえマグマの音する、この辺。どうしよう。下からマグマの音するんだけど。ちょ、掘ってみる。気になるから。そして、鉄があったっていうね。うわぁ、怖え。ドボン、怖え。怖えな。この辺掘ってみようぜ。うわ、超怖い、超怖い。近い、近い。めっちゃ近い。うおビビった。あらあらあら。あー、なるほど。なんか、こんな感じで。こう。普通に洞窟とか、ああ、危ない危ない。もうやだ、怖い怖い怖い。もうやだ、怖い。よし。じゃあまあ、ここはもう行ったってことで、目印つけようかな。あ、鉄だった。鉄結構あるな、ここ。あ、待って。下繋がった？ふっと。おーっと。続くね。続くな。じゃあちょっとこう階段作って。よし、こっち行こう。うわ、るるるるるる、たくみ？じゃあ一瞬コウモリにもビビったけど。匠のが怖い。うわー、いてー。石炭掘れた、今の。あ、レッドストーン。匠グッジョブ。まあ、この辺石炭ぐらいしかなさ。よし。初レッドストーンいきまーす。ちょっと今回、レッドストーン回路とかにも挑戦したいと思ってんだよね。よいしょ。うわうわ、いた、多いな。おいおい、大家族スペシャル。待って待って待って。おったー。どうしよう、やるか。やろう。さあ帰ろう。あ、まだ石炭ある。まだ石炭あったよ。畜生。うわ、バラ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 。そい、逃げろ、逃げろ。1、2、3、4マス。4マス大丈夫だった気がする。